大好きなんですね、姉さんね。で、いつ見てもなんかあの SNS とか、でいつ話を聞いてもお肉の話してる。そう、皆さん知ってると思いますけど、Facebook、肉しか上がってこないからね。もう肉、毎日肉上がってきますから。もう大好きなんですよ、お肉が。言われるみんなに、なるほど、ね、すごい肉食べてんの。旅に出てもお土産屋さんでお肉のコーナーちっちゃいとこ行ってご当地ビーフ探してますからね、と見て買うかどうかそう、いっつも肉見る。すごい好きやね、肉が好きやけど、もうだから、うん、自分からわっていくのはもうないですよね。で、食べなきゃいけないから肉食うんです。いやと、いやそんな肉食わんと体が持たんと思うから。違う、私は逆で、いつもよく言うねんけど、まあ、肉って鶏、豚、牛で、私は鶏食べるのはその大きさやなと思ってんねん。体、あのね、もしここに鶏がバッて来たら、鶏来たら、バーンって私やっつけれると思う。でしょうね。で、豚やったら、微妙や、微妙。虫は負けるやん。だから、それで食べるパワーちゃうと思ってんねん。あ、なるほど。戦いなんですよ、違う。肉は戦い。違う。鶏食べても、なんていうの、スタミナついたとか、そういう意味、そういう意味。牛はやっぱりスタミナつくっていう。食べるのがやっぱりこう、気合いるやん。気合いるいるたんですけど、うん、私絶対鶏来たら、勝てる。この子に鶏来たら。でも豚は、勝つかもしれない。勝ち負けで食ってる人初めて思った。珍しいタイプです。これはよく言うねん、私。牛は絶対無理よ、バーンって。だからやっぱ食べたらもうパワーつくし、鬼までやったら勝つと。うち牛にまたがって、そうそうそう、金太郎さんみたいになってる。金太郎さんっていう感じや、私の中では。そうよ、だから鳥は今来ても私はもうやっつけれる、はい、豚はゴブゴブ、牛もいけるか。もうこうなる、いけるいける、ね、絶対いける。はい、こんなこんなで日々おります、私は。じゃあ、もうパワー炸裂のところで、テーマソングでも今日は歌ってもらいましょうか。そう、いいですね。とうとう出す、ね、出してください。わかりました。で、また何やら余計なことをしたと、窓から差す白い朝日に、もう酒などやめたと誓ってる。いつでもこうさ、酔いから覚めてくるよくよ思う、それがとっても情けないよ。夕日が落ち、いっぱい飲んだ後は、もう何でもこの手でできるよって、人柄まで変わる夜をだよ。また今夜も飲まずにいられない。